送りしております。はい、この番組はニコ生と YouTube ライブで同時配信しております。ニコ生のタイムシフト機能は無効にしておりますので、番組を見逃した方やもう一度見たいという方は YouTube からご覧ください。はい、番組終了後にすぐにアップされますので、ぜひご覧ください。はい、今日のゲストはうさぴです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、では初めのコーナーからいきましょうか。はい、せーの、コットンキャンディー先週の1枚、イエイ、先週の1枚に。このコーナーはですね、コットンキャンディーの先週1週間の中で一番いい写真をお出しして活動報告をするというコーナーです。はい、今日はどんな写真があるのでしょうか。はい、ではなっちゃんの写真から。はい、なっちゃんの写真から。お願いします。よろしくお願いします。はい、これが先週一番グッドの写真なんですけれども、はい、何の写真かというと、いろんなイベント告知がある写真なんですけど、はいはい、左上に注目してほしいです。左上がコットンキャンディーの、コットンキャンディー、宣伝をしていただいているんですけど、はい、実はその日曜日にですね、はい、台風が心配される中、鳥取県に行ってきまして、はい、これですね、イリュージョンマジックショーというのを30分間、はい、2つのステージですね、14時からと16時でやってきまして、その写真になります。鳥取は初めてでしたね。そうなんですよ、鳥取県まで行ってみて、はい、中国地方自体初めてかな、マジックは初めてかな、うん、そう、他にもなんかまた別の日にみそのさんとかもね、来られるみたいで、イオンモールなんですけどね、すごいイベントが活発にやられてるみたいな、はい、暴れる君とか、ね、暴れる君もね、また別の日なんですけど、一緒のステージを撮ってて、そして次は私の2人なんですけれども、はい、じゃんじゃん、お願いします。はい、これがその鳥取のイオンモールでの写真なんですけど、はい、結構ですよね、2階もすごい、すごい予想してたよ、すごい、その人に集まっていただいて、でやっぱりこう見ていただいたら分かるんですけど、上からこう見られるので、上から見られたらまずいマジックってやっぱあるんですよ。横からもね、まずいマジック、横からもまずいマジックがあるから何回も MC で、いや、やっぱマジックはね、場所をね、こう見るのが楽しいですよねって言ってるけど、でもやっぱり、まあ性格悪いやろな、やめてやめて、もうやめてそんなん言ったから、でも本当にあえて見たって感じかな、の人がいっぱいいて、でもそこは割り切るしかなかった。覗かれるね、もうあれはそれは割り切ってやったんですけど、割り切ってましたけど、そんな感じで行ってきました。でも楽しかったですね、イオンモールは。ちっちゃい子もいてるし、おじいちゃんおばあちゃんもいてるし、結構鳥取の、鳥取ってやっぱり初めましての人ばっかりで、ファンの方もいないんで、結構ね、どうしようってなったけど、結構いろんな人に見ていただいて、すごく楽しかったです。ということで、はい、先週はでも仕事、そうなんです、ね、台風が来てね、そう、もう一個あったんですけど、台風でね、ちょっと中止になって、イベント自体中止になっちゃったりとかして、はい、これしかなかったんです。あと、ユーストリームも、ユーストリームだね、だけど。そんな感じの1週間でした。今週も頑張りたいと思います。はい、では、はい、次のコーナーに行きたいと思います。はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。いただいた質問に2人が回答して、どれだけ合うかっていうコーナーをやってるんですけども、はい、今日は放送も3ヶ月経ったということで、はい、特別バージョンでお送りしたいと思います。はい、このコーナーの内容はですね、私たち23年間ずーっと一緒にいまして、ね、家も一緒、仕事も一緒で、うん、もうどんな小さいことも細かいこともお互い知ってて当たり前のはずですので、細かい質問をお互いし合って、細かくもどんだけ知ってるのかってチェックをするコーナーです、うん、はい、と同時に知らないなら知ってくださいよっていう、はい、どんだけ知ってるねんのコーナーを、なので今回はね、お互いの質問を考えてきました。はい、ちなみに今日は罰ゲームとかはなしです。なしです。はい、はい、ということで、お互いが質問を3つ考えてきたんですけども、いきますね、いきますよ、それを2人とも1回です。はい、ではせーの、じゃーん、私が考えてきました。みさきの質問は、
ちゃんが回答するんじゃなくて、美咲の好きなのをなっちゃんが知ってる感じで、なんでこんなのね、好きなプリンセス知ってますかっていうと、2番、どんな状況が一番嫌いでしょうっていうのと、私の美咲の永遠のアイドルは誰でしょう、まあ知ってて当たり前ですよ、ずっと一緒にいるから、こんな話あんましやんくない。いや、します。2番は特に、ああ、もう、こういう時めっちゃ嫌いって、結構頻繁に言ってるから、ちゃんと聞いてたら分かる。では、なっちゃんの質問は？はい。お風呂で体を洗う時、一番に洗う場所はどこでしょう？これはね、一緒にお風呂入ってたしね、ちっちゃい時からずっと。だから、まあ、ちゃんと見てたら、分かるかな、ね。で、2番、ディズニーランドで、これランドで限定しました。ディズニーランドで一番好きな乗り物は、3番、なっちゃんのブログは何月何日以来更新が溜まってるでしょうか。これもこのちょっと気にしてくれてたら、あ、何月何日以来知ってるはずですからね。ちゃんとチェックしてくれてたら知ってくれると思うんですよね。ということで、これをお互いが回答したいと思います。ここのは裏に書いて、正直今日は一応ゲストなんでね、真ん中に。あ、今日ゲストなんです、さっき。え、これはね、難しいですね。一番好きなプリンセスはねえ、アナと雪の女王ってあれね、プリンセスになる。ちょっとそういうのはなしで、ちょっとうさぎ座るとこない。そうやね、座るとこないけど、ゲストやのにな。結構なっちゃん、1問目、2問目、3問目結構自信あるんですよね。プリンセスは世界中に68億ぐらい人いてるけど、私がやっぱりなっちゃんのこと一番知ってる、自信ある。じゃあ全部答えてくださいね。はい、プリンセスは正直あ、待って、お風呂で体だったらさ、体、頭で体になる。早っ、早いよ。シャンプー、頭で体になる。シャンプーやん、それ。あ、分かる分かる分かる。でもそやな、美咲はプリンセス好きやもんな。はい、え、もう全部一気に答えた。え、これはもうお互い自分の答えは別の紙に書いてるんですよ、すでにね。もう帰れないように、はい、やってそれを見せる感じにしたいと思います。あれやな、一番嫌いな状況やろな。2番がちょっと分かる。ディズニー好き、一番好きな乗り物やろ。なんやろ、ディズニーランドって結構可能ね、三大マウンテンって言われるものがあったりとかしますもんね。わかるわ。3つ目何だと思う。もうあるよな。あー、もう指までなっちゃんが一番好きな乗り物はわかる。はい、書けました。はい、あの、アイドルやもん、絶対アイドル。あー、そっか。何ですか。女優じゃないもんな。何ですか。女優じゃないもんな。あんまヒントは言わないですよ。本名ってか、フルネーム知らんねんな、アイドルみたいな。あ、やったら私がいつも呼んでる呼び名でもいいですよ。あだ名とか。もういいけど。ほんじゃ、あだ名にします。やっぱり、姉妹で、ずっと一緒にいる姉妹もいると思うけど、やっぱり双子っていうのは、直感っていうのも、心の通じ合うのもあるから、分からんとでも、考えたら分かるはずですし。うん、では。ということで出してみたいと思います。どっちから？美咲の質問。はい、なっちゃんが答えましょう。はい、いきますよ。知っててください。せーの、じゃん。1番、まず美咲の一番好きなプリンセスはアリエルかなって思いましたか。はい、全部言います。はい、まず、どんな状況が嫌い、せかされた時、はい、まだとか早くとか、うん、まだできてない系、あ、が嫌い。やってるやん、今やってるやんっていうのが嫌い。はい、で、3番の永遠のアイドルは、ミオミオ、麻酔かな、なんか。それ、ミオちゃんも好きです、正直。違う。パスポの、ね、も。でも、ミサキが一番好きなんで、いつも言ってるやん。いきますよ、答え。はい、答えよ。あのね、あー、そっちか。ゼロ本正解。ゼロ本正解。ゼロ本正解。まず私が一番好きなんで。え、じゃあね、あとはプリンセスじゃないの。プリンセスに入らん。入らん。入らない。あとはプリンセスに入らんよ。まず、一番好きなプリンセスは、あの、そして一番、もうちょっと、うさぴー。どんな状況が一番嫌い。寝起きに寒い状況。寝起きに窓開いてたとかで寒くなったとか、もう、寒いの一番嫌い。ゆっくりやん。誰窓開けたんって。ゆっくりやん。
校の時からでも濃すぎるよ、もう浮かぶから高校の時からちょっと言ってました、授業中寝てましたで、おかっと来ました、寒いですほんであのクラスで言いのことが寒くなってでも3番、そういうの時怒ってるやんで、3番は私の永遠のアイドル、奥中誠さん、そっちやどっちかやんな、え、でも美容君ならいい、私は両方パスポってアイドルなんですけど、両方混じってるもん、どっちがどっちかわからん、奥中誠さんが一番好きでした、写真集も持ってるし、握手会も一人で並びに行きました、ということで、ゼロ問正解です。はい、この機会にいろいろ教えてください、ね。はい、わかりました。アナ、アナ、サムイ、マコト。では、はい。次、ナナちゃんの、ナナちゃんの質問はこれでしたね。では、正直、私、ナナちゃんのこと全部知ってる自信あるから。うん、じゃあ、答えを教えてもらいたいと思います。こうですよ。はい。はい、1番、カパ。1番に洗う場所方、2番スプラッシュマウンテン、3、10月2日。なるほどね。夏はブログで使い止まってるかと、ディズニーランド行きます。行きます。答えは、はい。じゃん。惜しい。1番、日によって変わる。え、何それ、なんなん、それなんなん、なし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 。ありえん。いやいや、でもね、僕がそんな。いちご、ブルーベリー、ライチ、ライチ
¿Qué pasa?
やってます。ありがとうございます。夏美さんもサラサラヘア CM 出れますよ。あらあら、伝えるとあれ当てたんでね。はい、ホタゴリッツクイズ、ブーパンダの掛け声、クイズ番組みたいで良かったです。ブーパンダって言ってたやつ、はい、よく見てくださる。ありがとうございます。質問ですけど、はい、2人のマジックに音楽は欠かせないと思いますが、そうですね、仕事で気合いを入れるときに聴きたい曲、疲れたときに聴きたい曲とか、テーマソング的な歌とかあれば教えてください。なるほど。いつも読んでくれてありがとう。毎晩冷え込みますけど、風邪に気をつけてください。はい、ありがとうございます。中選手届いてたんですけど、はい、音楽ですね。音楽は私は違うんで、ね、テンション上げないといけないときとか、そう、昔とかやったらね、あのお芝居してたんで、お芝居その役取りに行くオーディションとかやったら、誰よりも弾けないといけないで、なかなかやけない、いきなりハイスタートでなかなかやけない、役とかの時はもうテンションマックスにしないと泣けないんですよ、でそういう時とかによく聴いてたのは桃色クローバーとかパスコとかアイドル系やったら、グワーッテンション高まって、その瞬間にやったらドーンってできるみたいながありましたね。だからアイドルパスコやったらストリートファイターっていうやつが結構元気もらえるけど、ストリートファイター名前からしてね、そうなんです、元気もらえる。あとそれとかシシーっていうバンドが好きなんですけど、うん、シシーって結構応援歌が多いじゃないですか、うん、確かに、その応援歌に励まされたりとかしてます。なっちゃんは、なっちゃんも実はあの元気出したい時はももクロ、やばいですね、テンション上がる、テンション上がる普通に聴くだけで、あんま歌詞とか聴いてないけど、メロディー聴くだけで元気になるからね歌詞なんかあんま知らんの、仕事前とか結構聴きますね、だからなんか何の音楽聴くのってやって、モノクロとかかなって言ったら、カラオケとかでじゃあ歌ってって言われる、いや、歌わらへんねってなるでもよく聴いてます、聴いてます、よく、はい、あと加藤ミリアさんも好きで、よくライブ行くんですけど、でも元気になるというか落ち着く、あれ、あの加藤ミリアさんは結構仕事終わり聞くことが、私も仕事終わりやん、ケラケラさん、ああケラケラさん、あとしんみょんさん、もう一つ今日送ってください、はい、ありがとうございます。コッタンキャンディーのさきさん、なつみさん、こんにちは。11回目の放送、何回見ても笑える、あずさん、私たちも笑いましたね、自分で何回も見ましたけど、あずさんとの息もぴったり、はい、ゲストのあずさんです、はい、あずさんが MC のぬるスタサミット絶対面白い、行かなきゃ、そうしますね、そしてそして今週は18日土曜日の東京、そうなんです、東京行きますね、秘密すぎてそわそわワクワクです、大成功するのに乗ってます、頑張れなにわのエンターテイナー、双子のコットンキャンディーということでいただきました、ありがとうございます、頑張っていきます、はい、そうですね、あずさんとの3人の、はい、掛け合いが、あずさんとなんか3日後かっていうぐらい初めて話したとは思えない、息ぴったりですかね、息ぴったりですね、楽しみです、楽しみです、楽しみです、あともう1つ来ています、はい、福岡県のニニンさん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。こんばんは。夜。はい。月曜日に岸和田に台風上陸。大阪やん。ね、夏美さんや美咲さんがいる大阪直撃。うん、電車が動かないときは、部屋にじっとして退屈しなかった？美咲さんたちの家族は無事に帰宅してますか？マジックの仕事中止だと気合い入れたのにね。って、それいただきます。台風はね、まあでも安全第一ですから、うん、なんかでも久々に家でゆっくりできた感じで、2人でね、マジックの打ち合わせとかネタ作ったりとか、まあ、手作りもあるんですけど、うん、作ったりもできたし、うん、いい機会やったかなと思います、たまにはね、家族のことまで心配してくださって、はい、ありがとうございます、大丈夫でした、はい、全然大丈夫です、全然なんか寝てる間に通り過ぎた、そうなんだ、私気づかないうちにもう通り過ぎてました、ね、うん、なんか雨戸とかも閉めたから風の音も聞かずに終わりました、はい、そして告知のコーナーです、はい、告知のコーナー、ヌルスタサミットもこれ止まってた、はい、10月31日です、はい、ヌルライブサミットあります、これがね、あの出演者の方たちの写真なんですけれども、アズさんと猫なんです、ね、はい、はい、ヌルライブサミットはヌルスタにて番組配信を行っているメンバーが自身の番組はもちろん、ヌルスタの認知度アップを目指したリアルイベントです、時はハロウィン、舞台は学園祭、お菓子をくれないといたずらしちゃうぞと迫るおまけ、設定されたストーリーに沿ってライブあり、企画あり、笑いありのヌルスタ出演者による合同イベントがヌルスタサミットです、出演者とお客様全員で楽しめる地域性を生かしたイベントを発信しますので、ぜひご来場ください、10月31日金曜日18時半、会場場所は日本橋のポップ ID ステージです、
この辺です。はい、この辺です。チケットは当日購入で2,000円、事前予約で1,500円安くなります。ネバードリンクワンフードオーダー制となります。チケットは事前予約がお得で確実です。事前予約は出演者に名前、電話番号、メールアドレスを伝えて、チケット代を直接 お支払いいただくか、info@nurulive.com まで名前、電話番号、メールアドレス、チケット枚数をメールいただければ OK です。でそのアドレスも書いているのがぬるすたさんの公式ホームページで、詳細も全て書いてますので、ぬるすたで検索してください。ぬるすたで検索してください。皆様のご来場を心よりお待ちしております、はい、ということで、ぜひ遊びに来てください。あと10月18日ですね、はい、東京に行ってまいりますが、はい、その告知をお願いします。 BMC 大塚スタジオっていう大塚駅からすぐのところです、はい、のところで会見がありますので、はい、会見デビュー会見、デビュー会見がありまして、まあ、一般の方も入るので、ぜひそちらを聞きに来て、まあ、東京なんでね、東京の方ぜひ遊びに来てください、はい、そしてお便りも募集しております。 nm.cottoncandy@gmail.com までコットンキャンディーの質問やメッセージ、番組の感想などを送ってください。では次回は10月の22日です。22日ですか、はい、もちろん5時から生放送しておりますので、はい、ぬるすたまで遊びに来てください、はい、で今回はコーナーもちょっと違うコーナーをやってみたんですけど、どうでしたか、はい、またなんかね、特別企画みたいな感じで、はい、2ヶ月に1回ぐらいでこういうコーナーを設けれたらなと思います、はい、久々お互いのこと知れるしね、はい、はいはい